苦労があると思いますが、思い切って大活躍してほしいと思います。今回も県内一周駅伝で皆さんが去年の4位という成績をからさらに良い成績を上げられるよう期待しています。どうぞ皆さん頑張ってください。唐津工業高等学校、今回で5回目の出場になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小峰浩介、唐津東高等学校、今回で4回目の出場になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森下翔太、早稲田佐賀高等学校、今回初出場となりますけど、東京本日は欠席となっております。島松京介、唐津東高等学校、今回で3回目の出場となります。よろしくお願いします。浜松中学校、今回初出場となります。よろしくお願いします。平藤美佐、高等中学校、今回初出場となります。よろしくお願いします。続きまして、今年の唐津限界チームは、社会人に関してはですね、5000m の持ちタイムが15番手の選手で、去年より30秒ほど良くなっております。で、学生に関しても県内トップレベルの選手が揃っていますので、非常に期待しているところです。このチームで一丸となって3位奪還を目指して頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。頑張ります。沿道の駅伝ファンの方々から唐津限界ブラボーと言っていただけるよう学生から社会人全員が力を合わせ、3日間全33区間 272.9 キロを全力で走り抜くことを誓います。